里崎チャンネル。こんにちは。こんにちは。さて今回なんですが、はい、これファンの方も気になってると思うんです、はい、1軍と2軍って、まあ、大体球団どこも分かれてるじゃないですか、はいはいはい、何かその、まあ、練習面であったりとか、うん、まあ、生活移動いろいろ違いってあるんですか。待遇ですか。待遇、はい、天と地ほど違います。天と地、はい、しかもでも昔に比べると、はい、今はだいぶ良くなりましたけど、はい、僕が入団した時、キャンプが、はい、鹿児島の湯の本っていうところの金龍館っていう旅館だったんですよ、はい、お風呂とかも温泉だったんで、周りの人も入りに来るんですよ、はい、で部屋は畳で複数人と一緒です。最低2人最大5人ぐらいが一緒になって1ヶ月寝泊まりするんですけど、でその中で洗濯物は1年目のルーキーと何年目までの若手が朝選手別に分けるっていう。みんなの分ですか。はい、ドーンってでっかいバケツみたいなんでクリーニング帰ってくるんですよ、はい、でそれでそれを名前書いてるのとか、はい、背番号とか書いてるんで、はい、あこれは誰それさんこれは誰それさんで廊下に、はい、あの並べていくんですよ、その選手ごとに、全部もう50人分ぐらい、はい、監督コーチ浦和さん選手の分を、朝っすよ。それはもうあれですよね、2軍 の, その若手の選手しかやらないってことですよね。はいはい、しかも多分他の球団とかないと思うんですよ、そこまでは、はい、大体はクリーニング帰ってきたら、あのビニール袋に1人ずつもうパッケージされて置かれてるだけで、それを自分の分を取って帰るだけなんですけど、はい、1軍とか、はい、多分他のとこもそうだと思うんですけど、はい、でも僕が入った時のロッテは来て、もうでも名前とか書いてない人もいるんですよ、でももう熟練になってくると、はい、あのもう何も書いてなくてもそれ誰か分かりますか。分かるんですか。ああまあそれね、あそれなんとかさ、あとメーカーがね、はい、Z とか水野とか SSK とかあるんで、あこのあメーカーどこ、あそれはなんとかさみたいな、あこのタイプのやつはあの人みたいな感じで、はい、全員並べてからで、あの朝の体操とか、はい、食事が始まるんで、朝めっちゃ早く起きてますよ。早いですね、うん、えでもそれっていわゆるドラフトもし1位とかでね入って、2軍にいたらやらなきゃいけない、やらないといけない、1軍にいたらやらなくていいですよ。だ同じルーキーでもやる人とやらない人がいるってことですよね、はい、そんな違うんだ。だから今でもホテルでも遠征行くと、はい、まあ、2軍は基本複数部屋ですね。そうなんだ、はい、たまに一人部屋だけどめっちゃ狭い、もうベッドしかないですみたいな、はい、ところのありますけど、それでもまあ一人部屋の方が嬉しいんですけど、はい、基本は複数部屋です。その複数部屋になった場合ってどうやって部屋割り決めるんですか。いやマネージャーが勝手に決めてます。まあ今もそうだと思うんですけど、タバコ吸う人は吸う人同士みたいな。でまああのね、どこの世界でもそうですけど、はい、混ぜるな危険ってあるじゃないですか。、はい、あるでしょ。ありますね、混ぜるな危険、はい、だからそこはうまい具合にマネージャーが混ぜないようにしますよね。喧嘩が起こらないようにとか、臭いなかなか言われないようにとかね、うん、そこもともと人間関係良くないとかね、あそういうのも把握した上で、いそれメインですから。あ混ぜるな危険ってその意味だから、性格を混ぜちゃいけないようですね。そうそうそう、そことそこは一緒にすると仲悪いから話しとこうみたいなね、うん、あすごいですね。でもそうやって分かってるもんなんですね、マネージャーさんとかって。それは だって僕普通の選手でも分かるんですから。そっか、すごい。そこをね、はい、うまくしながらまず複数でやる、うん、だから、はい、ね、18歳から2軍だから30何歳の人もいるんですよ。30何歳と若手が一緒になることもあるんですか。もうあります。うわ、まあ、もしくはその上の人は上の人同士の仲いい人で一緒の部屋とか、まあもちろんありますよ、はい、まあ、基本はそうなるんですけどね、はい、いきなり18歳と30何歳が一緒の部屋はなかなかなることないですけど、はい、これ佐藤さんが今まで複数部屋だったこともあるわけじゃないですか。言えなくたら言わなくていいですけど、あーなんかしんどかったなーっていう時とかありました。あタバコ吸う人と一緒になった時です。僕タバコ吸わないんで、はい、それはきつかったですね。だからその人できついとかはないんですけど、はい、タバコ吸う人と一緒になった時はきつかったです。なんか険悪な雰囲気になったこととかないんですか。あそういうのはね、基本年齢が近い人と一緒になるんで、基本的にはじゃあそんだけ一軍は必ず一人部屋ってことですもんね。でも一軍一人部屋なんですけど、一、はい、人部屋でもグレードがあるんで。グレード、あだから昔鹿児島のサンロイヤルホテルっていうとこ泊まってたんですけど、一、はい、軍でもレベル 1フロア2フロア貸し切りなんで、はい、そのフロアの中にはツインもあれば、はい、シングルもあれば、うん、シングルの中でも狭い部屋もあれば、はい、ツインの中でも広い部屋ある、うん、ちょっとなんかスイート的なデラックスルームとかもあるじゃないですか、はいはい、だから鹿児島のその時の場合は、あの一人部屋はパチンコ屋が見えるんですよ、はい、で二人部屋になると、はい、あの桜島が見えるっていう、景色が違うんですね。景色が全然違うんです。だ一人部屋のシングルだと、はい、スーツケース開けれないですから、ね、ただでさえキャンプで大荷物持って行ってるのに、はい、スーツケース V 字ですから、ね、V 字に開けてそこから
ちゃんと開けられない、はい、で次のなると一、はい、つのベッドの上に全部あのスーツケースか荷物を開けて生活するんですけど、はい、その一軍のじゃあ部屋のその部屋の決め方っていうのはこれがね年功序列なんですよ。そうなんだ。だからもし同級生同士で、はい、じゃあ4人いますと、うん、グレードの高い部屋2つしか残ってませんって言ったら、はい、実績重視なんですけど、はい、基本年功序列なんですよ。へえ。だからその鹿児島のホテルも何回も行ってたら、だいたい何号室ぐらいからシングルになるって分かるじゃないですか、はい、だからその微妙なとこ来た時にこれはシングルなのかツインなのかって部屋行く前ドキドキしますよ中途半端な時は。じゃあ上になったらなるほど、まあ、いい部屋が使えるっていうことなんですね。だから都市がでもその都市が上がりすぎてでもそこに実績が伴わないと超いい部屋行けないんですよ。ああなるほど。ただのツインなんですよ。そうなんだ。ここがまた難しいんですよ。これも球団が勝手に割り振ってるってことですね。だからマネージャーすっごい大変だと思いますよ。部屋とか逆に言うと、うん、補欠でも年齢高かったらツインで、はい、レギュラーでも年齢低かったシングルなんですよ。キャンプではその当時は。なるほど、はい、で石垣島に行って、うん、ほぼ全室デラックスになったんですよ。めっちゃいいじゃないですか石垣。石垣のホテルは全部がツイン、はい、だからその代わり、はい、あの若手の選手とかルーキーは2人部屋になったりするんですよ、はい、1軍でもデラックスで2人部屋、はい、なったりするんですけど、はい、基本的に1軍は一人部屋っす。じゃあ普段の、試合でこう遠征で泊まるときは部屋ってどうなってるんですか？いやもう一人部屋ですけど、はい、2フォロワーぐらい貸し切りなんで、はい、すんごい部屋もあれば、はい、逆にすんごい小さい部屋もありますよ。あじゃあキャンプもそうだしその遠征の時も、まあ、年功序列でそうそうそう。だからもう基本的に同じ部屋です常に。福岡はこのホテル、うんうんうん、はいこの部屋みたいな、うん、東京だったらここだっちっていう、はい、あとまあ1軍はね、うん、まあ大体は高級ホテルですけど、はい、2軍で行くとなんかビジネスホテル的なのの、やっぱグレードも変わりますよねホテルの。ビジネス泊まったりもするんですか？はい、あ、普通にします。へえ。もし1軍と一緒のホテルだと、はい、2人部屋になったりとか絶対しますよね。へえ、そうなんですね、はい、であと移動はね新幹線1軍だとグリーン車、はい、2軍だと指定席ですよね。はあ、え普通の席泊まるで移動するんですか？はい、あ、指定席でね。なんかあの2軍はバスっていうのも聞いたことあるんですけど、行ける範囲だったらバスってことですか？行ける範囲はバスです。で飛行機は、うん、ロッテの場合は全員、はい、一般の席なんですよ、まあ、要はエコノミーなんですよ全員。えそうなんだ。で、はい、あのまあ、監督だけが今だとファーストクラスあるとかはファーストクラス、はい、あとはスーパーシートとかあのビジネスとか あとあの JAL のスーパーエコノミーみたいな、あなんか1000円払っていくとかあるじゃないですか、はいとかなるんですけど、はい、基本的には全員後ろなんですよ。で、あの自分でお金出した人は前座れるんですよ。そんなのあるんだ。プラスアルファっす。どうしてたんですかいつも？だからいつも自分で払ってグレードアップしてました。飛行機は前行ってたんですね、はい、まあ、引退されました福浦さんとかは、はい、後ろで前来ないんですよ。後ろでいるんですよずっと。あんな大ベテランが、はい、なんでですかね。もう分かんないですけど。じゃあ前行ったのは佐藤さん以外誰ですか？いや結構いましたよ。あの井口さんとかもそうだし、はい、選手の時は、あとひろゆきとかもそうだし、はい、うんうん、でもこれは前も常に全部空いてるわけじゃないんで、はい、空いてる数が少なかったらもうそこは希望者の年功序列なんですよ。あいろいろあるんですね。でも僕、うん、でもあの日本ハムとかは、はい、もう前に行ける人が決まってるらしいんですよ。球団が決めて、うん、球団が手配してくれるらしいんですけど、はい、僕それ聞いた時に何気に自腹で自己申告で前行く方がいいんちゃうかって思ったんですよ、はい、そうじゃないと、うん、若いやつでもレギュラーで前座りたいやついますよね。移動ゲームとかだと、ね、なかなかちょっとでも楽したいんで、はい、体の負担、うん、ってなった時に自分でお金払ってたらごちゃごちゃ言われなくてよくないですか？うんですね。えだって言うんだったら、うん、自分もお金払って前行きゃいいのに、うん、はい、それ行かないでなんで俺ら自分のお金払って行ってんのにごちゃごちゃ言われる筋合いないやんってなるじゃないですか、はい、だから逆に前行きやすいんちゃうかっていう。そうですね。だったらロッテはすごくいいシステムでしたね僕はね、はい、だからそのでも仮に選手決められたら、はい、なんで俺が後ろで、うん、あの人が前なみたいな、俺試合出るんだよ、はい、移動ゲームで、うん、ってなる可能性もあるじゃないですか。なりますね、うん、だから僕そういう問題が起きなくて、はい、逆にお金払った方が、うん、あのいいんちゃうかっていう。それは一理ありますね、うん、だから僕はだから何気にまあね自分が絶対前に座れる立場になったらそれはもちろんタダの方がありがたいですけど、はい、かシステム的には全員のことを思ったらお金払った方が楽なんちゃうかとか、うん、もう一つちょっと飛行機で聞いてみたいのがあって、はいはい、3人席とかあるじゃないですか、はい、あれ真ん中に若手が座るとかなんかどうしてるんですか？席順は基本は窓側
通路側で全員取られてます。だから真ん中に一般の人が座る時もあります。選手なんか一般人みたいな、はいはい、の時もあります。もちろん選手もありますし、はいはい、まあ、基本的にじゃあ真ん中は座らないんですか。多分申し訳ないんですけど、はい、前座ってたからちょっと後ろのこと、はい、昔すぎて忘れました。そっか、なるほど。昔すぎてなんかどっかの球団で、はい、まあ、3人席の時に、うん、こうベテランとか、まあ、いい選手が両端に座って真ん中に若手が入っていくみたいな。まあ、それは基本ですね、うんうん、それは基本ですけど、真ん中は一般のお客さんもいます。へー、一般のお客さんに結構びっくりしますね。はい、うわみたいな。だそういうパターンもありますね。だから新幹線とかでも、はい、基本、はい、ロッテは団体で新幹線は移動しないんですよ。だから一番最終取ってくれて自分で上演して好きな時間に行くんですよね、はい、だからもしね、隣が一般の人の可能性もありますよね。へえ、確かにそうですね。だってやっぱり一食事っすよ、はい、食事はもう一番簡単に言えば、はい、朝昼晩、うん、一軍は超高級ホテル の、はい、あのビュッフェです。へえ、全部出るんですか。みんながね、5000円とか8000円とか払っていくじゃないですか、はい、あれです。へえ、毎日出てくる、ついてくる、はい。二軍はビジネスホテルの朝ついてるご飯、ただで、うん、ただですよね。ただでついてるやつぐらいの感じぐらい全然違うんですよ。へー。試合中も一軍は何でもあります、うん、ゼリーのやつとかもあるし、ああいうのも全部もう用意されてるってことで、試合中みんな飲んでたりとかするのもします。はい、はい、アミノ酸とかも、はい、まあ、個人で持ってるのもあるし、チームのやつもあるんです。はい、で何でも飲み放題です。二、軍は、はい、水とスポーツドリンクを、あの粉だからもう学生と一緒です。二軍はもう学生と一緒です、はい、自分で粉入れて、いやいや、だからまあチームでやってくれるんですけど、はい、あのでっかいやつに紙コップでこうやってやって飲むっていう、はい、こうジャーっと出して飲む。あ、そういうことなんだ。一軍の場合は、はい、僕とかだと最適なやつ序盤と終盤で濃さとか、あの中の栄養変えて作っといてって言った方がいいです。そしたらそのイニングの時に持ってきます。そんな指定してもやってくれるんですね。だからやっぱり試合序盤と終盤ではその体の疲労度とか入れなきゃいけないやつが変わるんで、はい、そこで濃さとかこう変えて最適なやつ持ってきてって言ったら、これ一回こう一軍を経験するとなんかやっぱ成長するというか、なんか落ちたくないですね。そう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 、その気持ちがそこの面でも。だから一軍のレギュラーが落ちたくないっていう気持ちと、うん、はい、二軍が一軍に上がりたいという気持ち、落ちたくないやつの気持ちの方が高いんですよ。なるほど。待遇が全然違う。食事とか朝から卵料理何にしましょうかって言って、はい、スクランブル、目玉焼き、オムレツみたいな、もう何でも言ったらそこで作ってくれますからね、それを、はい、夜とかでも鉄板焼きで、うん、はい、ステーキなのか、うん、シーフードなのか言ったら焼いてくれるし、お寿司は握ってくれる人、握ってくれる人いるし、はい、あとパスタとかも言ってから茹でてくれて作ってくれるし、はい、もうそれが、まあ、常に全部がいるわけじゃないですけど、あのその場所によって鉄板焼きの時もあるし、はい、お寿司の時もあるし、札幌なんか行ったらカニドーン山積もりですよね。パンとかもパン屋さんみたいなパンです。うわ羨ましい。ケーキもありますよ、ケーキ、フルーツっていう、デザートビュッフェみたいな、サラダビュッフェみたいな、和洋中ありますみたいなのが一軍です。すごい。いや、これやっぱ2軍の選手もやっぱ上がりたくなりますね、こういう話聞くとね、はい、1軍の選手は落ちたくないし、下手したら2軍、うん、カレー俺です。食堂みたいな感じで、それぐらい、うん、もうありとあらゆることまで対応違いますね、うん、いやもうそれ聞くと本当に2軍の選手いち早くなんか1軍上がるように頑張ってってなんか押したくなります。なるんですけど、うん、落ちたくないやつの方が強いんですよ。確かに感じってるから、ね、あのでもこれだけではね、はい、あのなかなか分かんないじゃないですか、うんうん、伝わんないじゃないですか、はい、一番はプロ野球選手になって見てみてください。どんだけすごいか。難しい。里崎チャンネル、どっ、こんにちは。あの気になることが、気になることが、気になること、あ、もうやってる。それです。それですか。はい、結構私その、まあ、楽天イーグルスの取材をしてたんですけど、はい、喫煙所があるじゃないですか、球場どこでも。ありますね。結構な選手が試合前とか、うん、試合後とか、うん、吸ってるわけですよ。え、あのアスリートってタバコ私吸わないもんかと、うん、できる思ってたので、え、吸うんだっていう。結構吸うっすね。結構ありますよね。最近はちょっとずつ減ってきてると思うんですけど、はい、一時は多分半々ぐらいで吸ってたんじゃないですか。半分吸う半分吸わないぐらい。え、そんなにですか。はい、あのもう吸わない人の方が多いかなぐらいの感覚ではありましたけど、下手したらチームによったら、はい、ロッカーの自分の席で吸っていい球団もあったらしいですね。へえ、
そんなに良かったんですね。喫煙所じゃなくても、はい、だから自分のロッカーに灰皿があって、はい、自分のロッカーで吸ってもいいような球場とかもあったらしいです。へえ、はい、いいんですか、そのプレーに。いいんです。いいんですか。まあ僕は吸ってないですけどね。一回は吸ってないんですか、そのアスリート。そうそうそう、継続的には試しに吸ってみたことありますよ、はい、でも継続的に吸ったことはないです。へえ。スポーツで言えば、はい、まあ、他の競技もそこまで詳しく分かんないですけど、割合的に多いのは野球がもう断然的に多いんじゃないですか。この前那須さんの動画で、はい、そのサッカーの、うん、J リーグのサッカー選手のこと聞いたら、はい、もうタバコとか吸ってる人はほぼいないっていう。たまにいるらしいんですけど、はい、ほぼいないらしくて、昔はなんか結構酒もタバコもやりながらっていう人結構いたらしいんですけど、はい、もう今はもうほぼいないって言ってました。いや、イメージではタバコを吸うとこう長く走るのがなんか辛そうだなみたいな。私も吸ったことないんで分かんないんですけど。だって走んないですもん、長く。野球って。いや、でもビューンって走ったりするじゃないですか。ちょっとね、ちょっとだけ、うん、はい。野球はコンタクトスポーツでもないしフィジカルスポーツでもないんで、うん、そこまで持久力いらないですもん。だからもうイニングごとに吸ってる人いますからね。そんなにですか。はい、だから行って守備守って、はい、帰ってきたら喫煙所みたいな。そっか、打順回ってこないから。はい、へえ。ピッチャーでも投げて帰ってきたらタバコみたいな。へえ。毎イニングごとに。ピッチャー持久力いるじゃないですか。でもだから吸ってるもんだって。持久力いるって言っても、はい、心配的な持久力いらないでしょ。ってなんないでしょ。そんな言うほど。どっちかっていうと筋肉疲労だったりとか。はい、そういうのも、まあ、もちろんタバコの影響でね、うん、そのなんか毛細血管が細くなってっていうところもあるかもわかんないですけど、はい、まずこのぜいぜいそんなないですもんね。いや、でも先発ピッチャー長く投げる人はたまにこう、まあ、回を重ねるとってなってますね。うん、まあ、なってる人いますけど、はい、だからって別にこうでなんか聞いた話落ち着くらしいんですよ。ああ、精神的に。いや、すごい。だから緊張が、はい、ほぐれたりとか、はい、そういうなんか落ち着くらしくて、はい、それだったらまあいいんちゃうかって思うんですよ。あ、まあ、それがいい影響をもたらしているのであればまあいいとは思いますけど、はい、でもサッカーとかはでもやっぱ持久力には影響は出るんですかね。それはまあ、それは多分科学的にはもう絶対出ると思うんですよ、はい、だからマラソン選手でタバコ吸ってる人聞いたことないですもんね。そうですよね。考えですよね。いや、基本アスリートって吸わないと思ってたので、はい、はい、だからだってまあサッカーとかだと10キロとか走ったりするじゃないですか、はい、そうですね、多い人だと、うん、その1試合で、試合で。野球って多分全力疾走1回もしないパターンあるんですからね、はい、ああ、まあまあ、そっか。野球って1試合でどのぐらい走ってるんですかね。まあ、もし全打席塁に出なかった場合は、はい、ファーストまで4回じゃんね、はい、そうですね。で、しかもそれも、はい、全力で走る可能性がある打球じゃないと全力で走んないじゃんね。もう流してとか、まあ、7、8割でみたいな、はい、か見逃しとかだったら走んないですね、うんうん、でしょ、はい、で守備とかでも、はい、基本瞬発力だから、はい、そんな長く走るってそんなないですもんね。そうですね、多分長く走っても 50m 走らないでしょ、はい、そっか、外野の人が全速力 で走ったとしても 50m いかないじゃないですか。あれ 50m も走ってないんですか。だって 50m って言ったら、はい、レフトまでの半分ですからね、100だから。あ、そっか、ホームベースからのレフトまでの半分を全力疾走で追えるってなかなかないし、ないです、ね、外野手とか右中間左中間間抜けて追えていくのも全力で走ってるやつそんな見たことないでしょ。はい、そうですね。だから全力疾走って、うん、多分ほぼしないですよね。はい、あ、じゃあ野球の場合はタバコ捨ててもそこまで影響ないですね。そうですね、だから科学的に言うとすごい影響あるかもわかんないですけど、その影響あることとその落ち着くっていうところを天秤にかけたときに、はい、まあいいかっていう、そのまあメンタルとかね、なるほど、とこを考えたときに、うん、じゃあ佐藤さんはそういう方々いっぱいいるじゃないですか、うん、よく世間的にもタバコのコミュニケーションって結構大事って言ったりもするじゃないですか、うん、喫煙所でしか話せないことがあるとか、うん、結構男性は多い気がするんですけど、うん、そういうのでこう吸おうかなと思ったことはないんですか。ないですね、そこは。そこは、うん、どうだまだタバコ吸うとこじゃなくてもコミュニケーション取れるとこいっぱいありますもん、まあ、お風呂とか、ね、いや、でも私はもしお付き合いする男性にはタバコをやめてほしいなと思うんですよ。私の好み、これ、うん、私の好みの話ですよ、うん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 、でも喫煙所でしか話せないことがあるんだとか言うんですよ、うん、それも関係ない。
まあ、喫煙所じゃなくて、だって別に本当に言いたいことがあったら喫煙所行けばいいじゃんね。あ、そうですね。だって知ってなくても行ったらあかんほうっていうことないから。あ、確かにそうですね。うん、別に。じゃあそういう男は言い訳か。そう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 。やめたくない言い訳だな。うん、あ、そういうことだ。だって一時ロッテとかは、はい、ロッテバス2台なんですよね、移動、うん、で、1台は禁煙車、はい、1台は喫煙車でしたからね。はい。へえ、分かれてたんです。そうそう、だからタバコ吸わない人は禁煙車に、はい、で、タバコ吸う人は喫煙車で2台で分かれてたんですよ。へえ、それやっぱ半々ぐらいだったんですか。そうですね、半々ぐらいでしたね。へえ。でもそれはやっぱ1軍2軍の入れ替わりで、はい、そこはちょっとバランスが崩れるんですよね。そうですね。うんうん。でもどうなんですか、今もう球場にやっぱ喫煙所っていうのはちゃんとあって、今もどのぐらい吸ってるんですかね。まあでも少なくなったとは思いますけど、3分の1ぐらいは吸ってるでしょ。あと監督コーチとかスタッフとか考えたら、はい、下手したら半分ぐらいいってるかも分かんないですよね。ああ、そうですね。昔の人の方も吸ってることは多いし、はい、でもロッテだと1回吸わない人の方が割合が多くなった時があって、はい、禁煙者が 1号車なんですよね、はい、で喫煙者が2号車なんですよ、はい、だから監督は絶対1号車に乗るんですよね、はい、でそうなると、まあ、コーチもサラリーマンじゃないですか、はい、みんな吸おうが吸わないが1号車に乗ってくるんですよね。ほう。で基本的には、はい、2席を1人で座るんですよね、はい、基本的には選手はみんな、はい、でなってくると、うん、禁煙者が多くなって1号車が人パンパンになってきたんですよ。もう真ん中の補助席も使えますみたいな。はい。でもう2人掛けならもう2人で乗っててもうパンパンやみたいな感じになって、はい、2号車全然少ないなみたいな、スカスカやないかみたいな感じになって、はい、1回もう両方禁煙にしようってなったんですよ、はい、で両方禁煙にあったんですよね、うん、人が乗れるように、はい、パンパンじゃなく、うん、ってなったらタバコ吸う人たちが、はい、やっぱここはストを起こし出すんですよね、はい、ストっていうかこう抗議し出すんですよね、はい、吸いたいって、はい、でバス3台になったんですから、ね、いやあれは本当に意味ないと思ったね、その理由で。うん、だから1号車が禁煙、はいはい、2号車も禁煙、3号車喫煙みたいな。へえ。もうどこもすっかすか。うーわーなんかその費用もったいなって思っちゃいますけどね。だってしかも球場に行くのなんて、はい、まあ、長いところでパ・リーグだと西武か日本ハムですね。長くて何分ぐらいですか。うん、下手したら 2、30分。あ、その渋滞とかはまったりとかすると30分ぐらい、はい、西武とかもかかる時あるし、うん、はい、あと帰りとかも球場から出るのに時間かかったりすると、はい、西武から立川のホテルまでも30分ぐらいかかる時もあるし、はい、あの札幌ドームからホテルも渋滞してると時間かかったりと か比較的近いのが福岡とか、はい、あと多分ロッテも近いと思うんですよね、うん、まあ、泊まってるところによると思うんですけど、はい、であと京セラとかも近いですね。でも神戸とかはちょっと遠いんですよ、うん、ホットモットが、はい、新神戸の駅からは、あ、そうだと 2,30 分だからそこも吸いたいみたいなね。その 2,30 分我慢できないんですか。うん、俺には理解できないけどね正直全く。あれは本当無駄だった。一時それがあって、はい、こんなん無駄やろって言って、はい、結局2台になって、うん、両方禁煙禁煙になったんですよ。今はじゃあもうそうなんですかね。これで、はい、監督によるんですよ結局は。はあ。結局監督がタバコ吸ってない人だと、はい、タバコにめっちゃ厳しくなるんですよ、はい、そういうところのアスリートたるものを、うん、だからそういう人が吸ってないから、はい、吸う人の俺もそうだけど、はい、吸う人の気持ちは正直1ミリも分かんないから。いや分かんないんですよ、うん、でも、はい、吸う人には吸う人の理由が絶対あるわけじゃないですか、はい、そう落ち着くとかね、うん、なんかしらのね、うん、でタバコ吸ってる人が監督になると緩くなるんですよ、うん、自分も吸うからそうです、吸いたいですもんね。だからもうね皆さんの会社と一緒です。上司が変わったらルールが変わるんですよ。ああ、なるほどな。そっか、タバコに関しても、はい、うん、だから結局監督次第で緩くなったり、うん、なんか締め付けが一回ロッテがね、はい、これも本当に意味ないやろうと思ってバカなルールだなと思ったんですけど、はい、ユニフォームを着てるときはタバコ吸っちゃダメっていう。へえ。キャンプ中とかでも、はい、そしたら何が起きたか知ってます。え、なんだろう、みんなもう着替えまくる。吸いたいから一、はい、回ユニフォーム脱いで、はい、短パンとだからアンダーシャツですよね、うん、だから上と脱いで、でそれで吸うっていう。へえ。で終わったら着る。またいいじゃんでしょ何やこれ、めんどくさいえ、ってことはユニフォームに匂いをつけちゃダメみたいな。いやだからユニフォーム着てこうやってタバコ吸ってると、はい、見え方が悪いから。そういうことか。なのかね、はい、僕は分かんないですよ、はい、このへっぽこなルール、うん、全く、はい、でも
でみんな脱いで吸って、いやこんな意味ないやろみたいな。どうなんでしょうね、今12球団どのぐらいのその各球団タバコルールってなってるんでしょうね。まあ入ってみないと分かんないですけど、結局は監督の。あとはね、ロッテで一時流行ったのが、はい、あの紙タバコっていう、はい、紙タバコって何ですか。紙タバコってこの噛む方の紙っす。この画用紙の紙じゃないですよ、はい、噛む方の紙タバコっていう、うん、がそのアメリカとか結構主流なんですよ、はい、だからボビーが来た時とか、うん、もうあのだからあの時ベリーとか、はい、あのマーティー・フランコとか葉っぱだけが入ってる感があるんですよ、はい、だからもう紙に巻かれてない、うんうん、でそれを唇と歯茎の間に入れるんですよ。こことか上とかそうそうそこに入れて、はい、でそれで唾で、はい、そのニコチンだけを飲み込むっていうで胃で吸収するんですよ。へえ。でだから唾ペッ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 吐いたりとか、はい、あとガムとかに馴染ませて、はい、でここ噛まないです。ここに入れてそれをもう唾で含んで、だからなんか味をもう飴みたいな感じです。いやいやば。へえ。それはなんかそのタールを吸い込まないらしいんですよね、はい、でニコチンをそのなんか胃から吸収していくらしいんですけど、はい、それがもうだからもうペッ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 唾みんな吐くんですよ。へえ。それが流行ってましたね。だからなんかこのタバコより健康にいいやって言ってました、はい、よくわかんないですよ僕は。よくわかんないですけど、うん、でも球場であんまりこうペッペッペッね唾あんま吐かないでほしいなってちょっと思っちゃいますよね。だからあの時ロッテとかめっちゃみんなそれ結構それ本当多かったですね。へー。コーチも監督もボビーさん吸ってたんですか。ボビーもその紙タバコだったと思うんですよ。あ、そうなんですね。だから選手たちもこれから、はい、だからもうそしたらイニング中だから守っててもタバコ吸ってんのと一緒なんですよ、はい、入ってるからもうずっとプレー中も入れてるんですか。入れてる。へえ、そんなのがあるんですね。でもうなくなったらペッて吐いてまた入れるっていう、はいはい、へー。もうずっと吸う。でもなんかそれは、うん、これはもうネットで調べると、はい、その紙タバコのそのニコチンの吸収には数十分から数時間かかるらしいんですよね、はい、でこの吸う、うん、このタバコはもうすぐ吸収するらしいんですけど、はい、あ、じゃあ紙タバコの方がちょっとなんかいいみたいなって言うんですよ、はい、僕は分かんないですよ。うーんそういうタバコの人たちも、だからその人たちはもうずっと、はい、ずーっともうずーっとニコチン吸ってます、入れてます。あ、そうなんですね。だから比較的多いですね。だから僕は別に否定も肯定もしないんですけど、はい、それで結果が出るんだったら、うん、それでいいやっていう。まあまあそうですね、はい、私はもう本当自分の好みとして吸わない方の方が、うん、なんとなく私は好きですけど、うん、ただまあ、野球選手に限っては素敵なプレー見せてくれればファンは嬉しいんですよ、うんうん、だからどっちでもいい。どっちでもいいでしょ。どっちでもいい。でも最近ね、はい、セールとかもどんどん少なくなってますしね、ホテルとかも。いや、そうですよ。もう全面禁煙みたいな会社とかも多いじゃないですか、うん、どうしてるんだ。あれか、なんか電子タバコみたいな、タバコじゃないタバコみたいなの。あれはどうなんですかね。だって要はまあでも一緒でしょ、そのニコチンを入れてるんでしょ。あれってどうなの。私もちょっと分かんないんですけど、みんなこういう機械に入れて吸ってません最近。ああ、でもまあニコチンは吸ってるんですよね。あ、そうなんですか。だってそうじゃないと何吸ってるんですかね。なんかフレーバーみたいな分かんない詳しくないんですよ私もだからよくジャパン行ってもそうだし、うん、何しても、はい、禁煙か喫煙かは絶対聞かれます。へえ。あとね、新幹線とかだと昔喫煙車両、禁煙車両っていうのがあって、ね、でそこも聞かれるし、うん、今全面禁煙でしたっけ。そうそう、あとなんか喫煙所がありますよね。そのそうだ、タバコ吸うところの新幹線の中にも、はい、ね、だそういうのはもう常に禁煙か喫煙かは常に聞かれてて、うーん、でホテルとかもだからもう禁煙と喫煙で階が分かれたりとか、はい、まあそこ大事なところなんですよね。吸う方にとっては大事ですしね、うん、吸わない人にとっても逆に大事ですよね。あ、まあまあそうですね、うん、匂いがダメな方とかもいますもんね。そう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 、うん、ホテルとかもね、やっぱ喫煙の部屋だとちょっときついですよね。僕らは匂い残ってますもんね、うん、すぐ分かるしね。禁煙者もそうですね、うん、だからまあ結構います、はい、野球界は。でもまあどっちでもいいってことですよね。それで結果出りゃ、はい、別に吸ってようが吸ってまいが、うん、僕はどっちでもいいと思うんですよ。で結果、その吸うことによって結果が変わるってことは、まあ、ほぼほぼないんですもんね。多分僕は、はい、結局はここだと思うんですよ。もう個人のね、はい、腕、はいはい、だから酒も飲むしタバコも吸うし、人によったら、はい、もちろん何もしない人もいるし、
でもじゃあ何もしなかったからって結果出るかどうかって言ったら違うんですか、はい、そうですね、うん、でもまあこんなもんですね、プロ野球のタバコ事情。はい、よくわかりました。はい、はい、里崎チャンネル、こんにちは。こんにちは。先日、はい、好きな球場ベスト3やりましたよね。はいはいはい、ってことは好きがあるってことは好きじゃない方もあるんじゃないかっていう。12球場しかないのに、はい、好きじゃない方いきます。確かに。ワースト3位、はい、それはあるんですけど、理由も込みで嫌いな球場ですよね。はいはい、全然あるし。全然あった。いや、それはやっぱり、いろんな意味で、はい、やりにくいとか、うん、そらありますよ。そうですよね、やっぱり。いろんな意味、これはあのキュメモリアルとかあったじゃないですか、好きな方は、うん、じゃあワーストの方も、うん、なんか悪い思い出とかもあるわけですか。悪い思い出っていうか、うーん、まあちょっと嫌な感じ。嫌な感じ。あ、じゃあこれ聞いていきましょう。あるってことなんで聞きましょう。じゃあ早速、はい、第3位、じゃん、広島市民球場。広島市民球場は、好きじゃなかったですね。え、なんでですか？まずは、はい、あの、ロッカーが汚い。はい、そこ？いや、まず汚いし狭いから、はい、廊下とかで着替えてたんですよ。みんな廊下にパイプ椅子出して、はい、そこで裸になったり着替えてたんですよ。で、一つは食事会場、うん、プラスコーチとかが荷物を置くところなんですよね。はいはい。もう一つは、スイング場プラス、あのマッサージ室みたいな。一つだけなんですよね。はい。使えるの。だからほぼ外ですよね。うわ、じゃあ使えるところは、あの、ベテラン選手というか、まあ。まあ、ベテランでももうめんどくさいから、はい、なゴミゴミしてて、はい。で、外で着替えてる人もいっぱいいます。じゃあ使えるロッカーは誰から使っていくんですか？いや、まあ、入りたい人。そんな僕とか別に入りたくないから、はい、もう外で普通にパイプ椅子置いて、で着替えてました、ロッカーで。ロッカーってから廊下で。なんか全然プロっぽくないですね。だから代打行く時とかも、はい、スイングしてる横でマッサージしてますからね。そうなんだ。もう気持ちも入れにくいわっていう、行く時ってみたいな。はい、打者としては嬉しいんですよ。はい、狭いんで、うん、広島市民球場、はい、しかもフェンスも低いんで、うん、キャッチャーとして気使いすぎるんですよ、はい、すぐホームランになっちゃうんで。守備としてはそうですね、はい、あとやっぱりね、これみんな本当にセリーグの人よくできたなと思うのが、はい、あの、ちょっと想像してもらいたいんですけど、はい、あの、広島市民球場、うん、バックスクリーン上にこう、1回2回とかのやつありますよね。はい、で、その下にこう縦の枠ありますよね。その、こうなってる、ね、こうなってるってことですね。あ、そうそうそう、はい。で、ここが薄いんですよ、すごい。はい、薄いって言うと、細いってことですか？細いってこと、細いんですよ、はいはい。だからすぐ観客席が横にあるんで、はい、左ピッチャーが、ちょっとサイド気味に投げてくると、はい、この球の出所と観客席が被って、はい、まあ見づらいんですよ。へぇー。カーブのね、はい、その時のホームユニフォーム、白地に縦のストライプだったんですけど、はい、まあ被って、ボールの色が。白地に赤のストライプでしょ、縫い目が。カーブと一緒なんだ。一緒なんですよ。はい、だから、全く見えないです、出所が。へぇー。左のちょっとサイド気味に、スリーコーダー気味に投げられると、はいはい、これどうやって打つんやみたいな。見えへんでっていう。ってことはバックスクリーンのその土台みたいな部分って結構役割果たしてるんですね。めっちゃ、あれ重要なんですよ。知らなかった。だから看板とか下にないでしょ。はい。上とかだけじゃないですか。はい、で、お客さん、大体、あの、京セラドームとかでも、うん、センターのところ観客席ありますけど、はい、入れてないでしょ。そうですね。そこ、確かに。札幌ドームとかも、入れてないでしょ、はい。あそこ入れられると見えないんですけど、はい、広島手が出るみたいな。これ、まあ僕ら交流戦だけだったから良かったですけど、はい、いや、めちゃくちゃやりづらいなと思いましたね。そうですね。じゃあホームというかセリーグじゃなくて、良かった。あとは慣れたらどうにかなるのか。ああ、まあたまに行くからそうって言葉にもありますよね。今はね、はい、もう松田に変わって、はい、最高の、球場に。松田最高なんですね。はい、なってますけど、好きな球場に入ってなかったですよね。あの、ニュートラルと、はい、そこはいいんすよ。そんなツッコミは。いいですか？それもうあの、見てる人がコメント欄に打つようなツッコミいらないんですよ。ごめんなさい、すみません。じゃあ、第2位行きましょう。はい。はい、第2位は神戸、ホットモットかな、今。ホットモットフィールドでしたっけ？はい。はいなんかまた、ちょっと、ずらしたとこ行きますね。ずらした？オリックスがもともとあった時、ここ、ホームグラウンドだから。いや、そうなんですよ。はい、なんかでも、京セラってイメージが強いじゃないですか。京セラは、まあ、最高っすよね。はい。わー、最高。はい。へまあ、トップ3じゃ入ってないですけど。入ってないじゃない。
ニュートラル。神戸はマジ、本当は難しいです。はい、内野に芝生を引いて、はい、メジャーも内野芝生を引いてるじゃないかと思うんですけど、うん、メジャーは、まあ、土のところがカチカチなんですよ。もう WBC で行った時、セメントの上走ってんじゃないのかっていうぐらい硬いんですよね。はい、で、芝が薄いんですよ、すごい。うんうん、だから段差も少ないんで、はい、イレギュラーってしづらいんですよね。はい、でも神戸は土がふかふか、はい、芝目長いっていう、はい、でちょっと段差あるんで、はい、イレギュラーとかしたりとか、ホームに帰ってくるのも、うん、その土になるのか芝生になるのかで、スピード感が全然違うんですよ。へぇ、すっごい難しいんですよ。じゃあそういうとこに跳ねると、ちょっとずれて、そう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 。そう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 、あと、なんて言ってもね、うん、そのベンチとね、はい、ロッカーがね、はい、遠い。またロッカー入ってる。神戸は、球場が、ちょっと一段下がって球場なんですよ。はい、入るところから。はい、だから要は、ロッカーが2階にあって、はい、1階に球場が、のフィールドがあるみたいなもんなんで、はい、その階段登り降りしなきゃいけないんですよ。あ、じゃあ本当に結構遠いんですね。だからもうすぐロッカー行けないんですよ。だ全部着替えも、その、ベンチ裏に持ってきて、はい、あの、荷物を全部そこで完結するようにしないと、はい、ロッカーなんてほぼ使わないんですよ。へー。食事とピッチャー以外は。はい。行ったり来たりがすごいめんどくさいんですよ。あ、まあ、そのめんどくさいってことですね。そうなんですよ。僕、はい、そういうのがめんどくさがりなんで、はい、ワーストに入ってきちゃうんですよ、ね。で、しかも、はい、あの、神戸は、はい、ベンチもちょっと狭いんですよ。へー。で、ベンチの裏にスイング場あるんですけど、はい、そこにみんな荷物を置いてるから、はい、着替えてる横でスイングして試合に行くみたいな、もうちょっとゴミゴミしてるんですよ、また。ごちゃごちゃするんですね。そうそうそう、集中しなきゃいけないっていうところが、はい、あのプレーも難しいし、その準備とかもちょっとなんか、へー、嫌な感じです。結構、なんか嫌な球場って言い方理由あるでしょ、ちゃんと。ちゃんとありますね。はい。はい、細かい理由が結構ありますもんね。はい、だってね、僕、このチャンネル何回も言ってるんですけど、はい、好きも嫌いも、はい、好みなんですよ。そうですね。だから僕じゃない人は、ホットモットが一番好きっていう人もいるかもわかんないですけど。ホットモットにメモリアルがある方もいるかもしれないですね。そうですね、メモリアルね。ほっともっと全くないですね。そうなんですね。はい。佐藤さんはないってことですもんね。でも僕何気に12球団全チームからホームラン打ってるんですよ。え、すごい。そうなんですね。はい。全球場ではなくて12球団。あ、名古屋ドームで打ってないんですよ。へぇー。あと広島市民球場で打ってるんですけど、マズダになってから打ってるんですよ。なるほど。でも全チームに対しては打ったことがあるってことですね。打ったことあります。へぇー。わぁ、すごいですね。きっちり。へぇー。ということでした。はい。では第1位行きましょう。興味ないんですか？あ、まあまあ、へぇーって感じ。すごいって言ったじゃないですか。あ、まあまあまあ、はい、じゃあいいです。はい。はい、では第1位は、はい、じゃん、札幌ドーム。へぇー。です、1位は。札幌ドームダメなんですか？一番気遣います。プレーとして、はい。ロッカーとかはいいです。はい、ロッカーいい。裏の設備は最高です。はい。キャッチャーからバックデッドまでの距離が異様に長いっていう。はい、すごい広いんですよ。多分12球団一番広いんですよ。はい。後ろがキャッチャーからと。はい。だから、ワイルドピッチ止めれなかったら、2個行かれるんですよ。ファーストランナーとサードまで行かれるんですよ。はい。だからすっごい緊張感あるんですよ。ワンバン止めなきゃいけないっていう。行っちゃったらもう結構、そう、うわーって行かないといけないんですね。はい、近いとこだとね、はい、まあ、あの、あ、やっちゃったって言って適当に走ってても、はい、別に1個しか行かれないですけど、はい、やっちゃった全力で走って取って行ってたらもう大遠投で三塁投げなきゃいけないんですよ。はい、だそこのプレッシャーがひどいんで、はい、あの、すごい緊張感ある球場だったっす。その、キャッチャーから後ろの長さって決まってないんですね、うん、球場。いや、どうなんですかね。でもめちゃくちゃ広いですよ、札幌ドーム。それで結構変わってきますよね。全然変わってきますよ、はい。だから今多分12球団でファールゾーンが一番広いのは札幌ドームだと思うんですよ。札幌ドームのあの後ろは緊張感あるんで、だから僕ほぼ後ろやったことないですもん、札幌ドーム。あ、すごい。でもやっぱ意識で変わってくるんですね、そこも。そうですね。そしたらいつも白みたいな感じですよね。いや、そういうことですよ。ですよ。今言われて初めて気づきました。じゃあ1位は札幌ドームっていう、はい、結構意外でした。そうですね。あとはね、僕が開幕スタメン初めて選ばれたのも札幌ドームです。ちょっと思い出じゃないですか。ボコボコにやられました。そういうことか。初開幕スタメンですよ、うん、で負けました。ボロボロ、はい、打たれて。しかも知ってます？そこから開幕11連敗っす。そのスタート作っちゃったんですか？2002年だったと思うんですけど、はい、11連敗の7敗ぐらい、6敗か7敗ぐらいの時に2軍行きました。ゴーファーブで。しかもそのシーズンね、はい、僕の打率聞いたら驚きますよ。2002年。はい、0割4分3厘ですよ。
まあ、そっからがあって今があるんですからね。そうですね。でもそういった意味でも札幌ドームはね、やっぱ気使う球場で、あんまり好きじゃなかったです、ね。キャッチャーとしては気使うと。さっきからロッカーが嫌だ嫌だって言ってるじゃないですか。じゃあ、ロッカーが一番いい球場ってどこなんですか？この球場ロッカー最高やなみたいなところ。マリン以外でね。はい。あ、マリンはいいんですか？だってそれ、もう自分のロッカーだから自分流になってる。確かにそうです。使いやすい。それで使いづれんなって言ったら、もうそれ僕に逆に問題あるそうですね。え、ロッカー、そんな、作り、そんな変わんないんですよ。みんなそう一緒なんですか？ビジターなんてお金かけてくれてないんで。あ、そうか、そういうことか。確かに、だったらホーム使った方が使い心地はいいんですよね。そうそうそう。里崎チャンネル。よっ。さあ、ということで、今日は、楽しい一日になりそうです、前回ですね4月1日エイプリルフールに出した動画で袴田さんにまんまとドッキリを仕掛けられてしまったんでね、しかも動画も見ましたけど嬉しそうにね、そりゃやられたらやり返す、倍返しだ、やりましょう、倍返しだろ、はい、これはね、だから今回はあの袴田さんにドッキリを仕返します。これはもう仕方ない、やられたらやり返される、これがね世の常なのよね。だからなんかこれかわいそうとかかわいそうじゃないとかそういうのじゃないんだよ、もうゲームです。ということで、あの用意しておいてくれたやつできた、はい、できました、あ、できた、 OKOK、 あーめっちゃいい。今回のドッキリネタはこちらです。じゃーん、ね、こういうような感じです。こうしっかり差し込まれてると思いますけど、熱愛発覚、不倫か、人気 YouTuber 佐々木カップルチャンネル、佐々木智也が袴田へとランチデートっていう、あのこれ全部仕込みです。まあ、本編でおばらしますけどですね、前回あの昼ご飯食べに行こうとスタッフ全員含めてね4人で、1人は仕事があるからって言って詐欺帰れって言って帰らして街中で写真を撮るっていう係で、佐々木ちょっと仕事入って、うんうん、自分ちょっと先に、ね、来ました来ました、あれですね、うまくいい感じで写真撮れるように寄り添っとくから、あのいい感じで写真撮ってくれって言って完全に仕込んだんですけど、すごいいい感じですこれをですね、まあ、袴田さんまだ知らないんですね、まあ、収録中に、連絡が来て雑誌に載るとどうしようっていうのを、袴田さんがどういう対応を見せるのかっていうところのドッキリです。だから まあまだね10時なんで、あの袴田さん君の11時なんで、これから佐々木は総チェックを取ります。その間に袴田さん来るんで、今日はねこういう、まあ、やられたらやり返されるっていうドッキリです。本編スタート。袴田チャンネル、お疲れ様です。今日一発目はあのヤバいよソフトバンクです。はい、じゃあこんにちは。さあ、ということで今日はですね、はい、ヤバいよソフトバンク連覇ピーチです。ママさん何しますか？あ、これでしょ、ハラミか、うーん、牛すじ煮込みって食べました？食べてないです。食べてないですか？牛すじ煮込みにしてみようかな。いや、ハラミもいいな。これスタミナホルモン定食にするわ。はい、でそれがもしなかったら、あの和牛もつ鍋、この前なかったからホルモンがね、ホルモンなかったら和牛もつ鍋、はい、じゃあ私、牛すじ煮込みなかったらハラミ。あ、次はさっさ、うん、フレームのなんか我々メールがあるんですよ、うん、そこになんかメール来てるんですけど、うん、何の文集編集部って書いてあるんですよ、うん、週刊文春、なんか取られましたか佐藤さん、なんかしたんですか佐藤さん。この度人気 YouTuber 佐々木智也氏とアシスタント袴田彩さんの熱愛報道について問い合わせいただきましたって書いてある。袴田さんですか？袴田さんですか？袴
記事については今週の掲載予定となってますって書いてる。え、本当ですか、うん、ドッキリじゃなくてですか。本当にこれメール。いい子ですね。いい子でした、そちらの。え早速だけね、袴さんが私とってことですか。え、そうなんじゃない。えどっかいたんですか。え、どこも行ってないよな。全く行ってないですよ。あの、なんならこの間六本木3人で歩いてたぐらいですよね。うん、そうやんな、はい、そうか、一緒に出る時があったらその時しかないよな。そうですね。あ、でも写真とか撮られてないですよ。そんな知らんよな。いや、知らないです。もしかしてあの六本木のじゃあツルトンタンから出てくるところをもう先生ってわかんないじゃないですか。あ、先に帰られて。ああ、そうやな。はい。で、先生離れて歩いてるからですよ。なんで離れて歩くのって言って、あ、なんか言ってたじゃないですか。これだって。これだって。あ、ほらこの間。で、こんなんする。はい、記事ある、記事ある。都内某所での撮影で2人は親密に言葉を交わしていた。嬉しい。え、これ本当に、これ本当ですか。しかもめっちゃちゃんと撮ってる。いい子で来てるんで。本当ですね。メールアドレス。でもそうしたら多分私の事務所にも必ず来ますよね。だから今日行くんじゃん。今日行くんじゃん。え、本当ですか。本当、さっき。そんなことあります。野田さん、これこれやばいっすよ。だからあれかな、貼ってたのかな、ずっと。いや、そうかもしれないですね、うん、え、出かけると。本当ですね、うん、これ先生が離れて歩いてるからだよ。でも多分ここら辺だよ。僕着られてません、絶対それ。確かに、うん、いてもここら辺だよ。確かにそうですね、うん、え、そんなことあります。でも出たらややこしいな。ややこしいですね。めんどくさいっすよ。え、嘘でしょ。だってこんな記事までせんやろ。こんな、こんなできんやろ。確かに。やばい、もう私ドッキリを疑ってしまうっていう、この。え、本当に。でも、ちゃんと折れてんな。ちゃんと折れてます。でも疑われるからめんどくさいよな。いや、本当ですね。え、めんどくさいですね。うん、え、完全でも事実無根ですもんね。うん、だってご飯食べに続けるから。撮影。でもそうなったら言うやんな。何ですか。みんなが。結局。あ、でもコメントとかでもそうなりますもんね。うん、しかもなんかぽいな。こんないい感じでよく撮れるな。そうですね。怖すぎないですか。でもこれ手とか繋いでないですからね。うん、もう日中堂々ですからね。うん、もうすごいですね、東京って。初めてですか、週刊誌。いや、私はそうです。週刊誌は別で乗ったことありましたよね。はいはい。いや、俺も、ね、取材で乗ったことあるよ。はい。こんなのはない。ないですよ、もちろん。めっちゃ気ぃつけてたのにな。はい、そうですよ。どうするっすか。じゃあ、あれ撮る。謝罪っていうか、弁解違いますみたいな。ああ、なるほど。出ますけどみたいな。そうですね、うん、これ、すごいですね。出たら、ちょっともう面白いですけど、その後に関わりますね、うん、いや、でもそれは仕事関わるんですよ。事務所怒ってくれちゃうんですか。もう事務所怒んないでしょうけどね。怒られますか。うん、怒るも何もな。怒るも何も違いますからね、うん、まあ、とりあえず否定はね。しかもなんかこのクエスチョンのところがいやらしいような。不倫かって。そうですね。こういうのサンさんの家の方にも行ってないですか、その突撃みたいな。いや、これから来るかも分からへんけど。それ迷惑ですね。だからまたこの釈明しなきゃいけないのがめんどくさいよな。そうですね、うん、だってこんなんやってるやんみたいな言われたらな。私もこう結婚に関わってきますからね、ああ今後の、うん、そうですよ、絶対残るじゃないですか。残るじゃないですか。そう、残るんがめんどくさいよな。そうですね。だから出ますけどみたいな。え、もうこんな早くでも出ないかもしれないのに。いや、だから取っといた方がもし出るってなったら出せるじゃん。ああ、取っとかないと。そう、もしなってからまた会えんやん。確かにそうですね、うん、だから出なかったら出なかったらで、うん、でも、どうやって出ないようにするの。え、でも事実無根だったら名誉毀損になるじゃないですか。だから、カーなんちゃう。あ、そういうこと。濁して、本当かどうかわかんないけど、うん、ランチデートしてたよ、みたいなことですか。うん、
だってなんかよくあるやん、ただご飯食べて2人で帰らなくて別々に帰っても深夜になんとかデートみたいなとか。ああそうですね、うん、だからフライデーの頭とか別に熱愛とかじゃなくてもあれですもんね、うん、だからカーナンちゃんカーナンですね。めんどいな。でもお二人はたびたび外出し親密に交際しているという証言が文春編集部には寄せられている。今ここでは掲載しないが、もっと緊密な関係を忍ばせる続編が出ることをぜひ期待して待っていてほしいとか、絶対無理じゃないですか。そうやな絶対無理ですよ続編出すのあと一緒に行ったのとか会のキャンプ取材ぐらいやもん。あそうですね、うん、で佐藤さんとご飯食べたのここ以来1年ぶりぐらいですね。これが多分だって忘年会とかもコロナでなかったじゃないですか。そうやな、大体ここで弁当食うしな。はい、二の腕が太いそうっすか。まあ取るか。取ります。出たらまっすぐ出すようにってことですか。うん、取りますか。うんうん、行きましょう、うん心拍数上がるな笑えんな。じゃこんにちは。さあということで、はい、今日はご報告があります。はい、はい、なんかあの僕と赤松さんがなんか取られちゃったみたいで嬉しそうやな。いやもうこんなことあるってめっちゃ面白くないですか逆に。いやまあそうやけど、はい、でもなんか、はい、今後にすごい関わるやん。まあそうですね、うん、まあ、確かに出たら関わるかもしれないですけども、うん、私あのあこんなこともあるんだって結構なんかびっくりして逆に面白くなっちゃってますさすが肝座ってんな。そうですね、うんうん、まあ、ということですね、はい、今回、うん、袴田さんとサズイが、はい、熱愛発覚不倫かっていうのを、取られちゃいましためっちゃ喜んでんだ。いやいやもうめっちゃ面白いと思ってだってそれがなんかこういうの来てますよってなった時に、うん、だってあのご飯行ったのって本当に1年前の甲斐選手のインタビューして以来、うん、1年何ヶ月ぶりにこの間この撮影の合間にお昼に行っただけじゃないですか、うんうんうん、だからもうあ撮られたとしたらじゃあもうあの時しかないなと思ったら本当にその写真ですもんねしかも、まあ、これ多分写真が出ますけど、はい、めっちゃいいすごいねすごいですね撮り方がなんかそれっぽいですもんね、うん、でも私は気に入らないですよ。なんで二の腕がすっごい太く写ってるから。まあでも仕方ないじゃん事実だからまあでも一番言えるのは事実無根ってことですよね。そうなんですよ、まあ、これがね、うん、世の中に出て、うん、今バンバンね、うん、多分 SNS のはい、あのトレンドの、はい、多分1位2位だと思うんですよ間違いなくあれですねすごいこれほんあのまだ出る前じゃないですか、うん、出たら結構大変だとは思うんですよ、うん、でもトレンド1位2位にもし入ったら、うん、そんだけ注目されてるチャンネルになったんだなってことですよね。まあポジティブにしか捉えられないです、まあ、私はもう そっちの感じで、まあでも、うん、事実じゃないんでね。そうですね、はい、うん、はい、全然喋らんやいや私意外と喋ってますよでまあまあこれが出てしまったら、うん、あの、まあ、まあこれの動画が出てる時っていうのはもう出てる時じゃないですか、うん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 、もうあの、まあ、一番私は困るのは、うん、これから結婚をしたいっていう意味なので、うんうんうん、あのこういうのが本当だって思われるとすごい困りますよね、うん、ちょっとこれはね、はい、あの事実じゃないっていうところで、はいはい、そうですね、私の男性のタイプはすっごく穏やかですっごく優しい人なんですよ。だから俺をディスる感じだからあの違います、うん、そうですね、はい、はい、何ですか何ですか。いやいや何もない、も考えてるわけよ未来を俺も危うんでるんですか。うん、うん、てってりーほーらもう私もうごめんもうずっと疑ってましたどっちなんだっていうもうすごくないこれ。これすごいもうごめんなさいね、あんまうまくドッキリ乗れなくてごめんなさいね本当に。いや一瞬本当にびっくりしたんですよ、うん、でもあのみんながあんまり深刻そうじゃなかった、うん、でも
この写真なんでこんな早く今手元に出てくるんだろうっていう疑いと、うんうん、でもしかしたら本当かもっていうあの64ぐらいの気持ちでした、うん、どうですか、すごくないですか。いやすごいです、なんか文春っぽいですもん、文章がね、うん、ってことは、うん、あのこれあえて離れて歩いてたってこと。もちろんです。で、僕が撮影してました。ほらそうほらもう私ポイント分かってたんで、どこに撮るか。なるほど、私意外と賢いんだからね。いやなんかだってこの時、うん、佐藤さんっていつも2人で歩くとか一緒にご飯行くとかすごい気にするじゃないですか、うん、っていうのを知ってるのにあえてなんか後ろ離れて歩くから、いやこの人めっちゃ気遣えないじゃんって先生に対して思ってたんですよ。でも今すごい合致しました。あそこだけだったでしょ。そう、今思い出した。途中え、じゃあなんかついてるよっていうのも、うん、あれも決めてたんですか。はい。じゃあだからこの前すごい、この前ドッキリされたから今度はやられたら倍返しだって言って仕返すっていう。でも私これもし出るってなっても、うん、これ本当ドッキリとして成立させないのすごい申し訳ないんですけど、うん、私意外と動揺しないかもしれない、うん、多分気も座ってるかもしれないですね。強いですね。はい、あのこれ出てあの攻められる相手がいないっていうのもあります。俺の方がリスクあるからね。そうですそうです。私より佐藤さんの方がもっと焦るはずです。うんうん、焦った感じ出せてなかった。あのちょっと甘かったですね。甘かったから、はい、勉強しなきゃいけない。いやあの私のドッキリの方が上手でしたね。うん、そうだったね。はい。てってでーてってでー。いやいやもうな、あーこういうことね。あーすごい前から準備するじゃないですか。楽しく普通にランチしてたのに。はい、美味しかったやろ。美味しかったです、うん、はい、まだ行こう、まだ行きましょうね、みんなで。もう離れて歩きますその時は。あーこれ袴田チャンネルですか。これ袴田チャンネルですか、はい、いや私リアクション悪いとか言われてもいやだってリアルだから、リアルなんだ、ね、リアルだから。そうですね、リアルで仕方ない。いや、まあ、私があの疑り深いっていうのと、うん、意外と肝は据わってるよっていうのが分かったかもしれないですね。そうだね。皆さんどうでしたか。里崎チャンネル、こんにちは。こんにちは。さあ今回はですね、はいはい、私の素朴な疑問を、はい、ぜひ解いてほしいなと思うんですよ。あ、まあね、コメントで皆さんもね質問してくれればそれ答えますけど ね、はい、そうですね、今回はまあ特別に袴田さんの質問で答えますよ。ありがとうございます、はい、でもうほんとこれ毎年思うんですよ、はい、なんでパ・リーグって強いんだろうと思うんです。うん、まあ強いですね、はいはい、交流戦もしっかり、日本シリーズも最近ずっとパ・リーグが優勝してるじゃないですか。そうですね。だからちなみに日本シリーズのことで言うと、はい、今年、はい、パリーグが勝てば、はい、長年の歴史上、はい、勝敗タイになります。え、そうなんですか。はい、セリーグの方が歴史が長いのに、まあ、長いって言ったか、まあ、日本シリーズが、はい、日本シリーズ始まったのは一緒っすよ。あ、そこそこそうですよね、はい、その時はなんか最初はセリーグの方が早かったですけど、はい、その時は日本シリーズとかないですか。セパになって日本シリーズが行われて、はい、第1回、はい、がオリオンズが勝ってから、はい、そっから今年マジパリーグが勝ったら、はい、勝敗がタイになります。なるほど、 V9 があったのに、はい、タイになります。あ、なるほど、そういうセパで言うと、はい、え、ってことはもう今ここ最近、はい、ずっとパリーグが、まあ、ずっと強いってことじゃないですか。そうですね。だからセリーグが勝ったのは、はい、巨人が勝って以来ないですよね。交流戦だって、まあ、普段は DH 制があったりそうじゃなかったりで違いますよ、うん、でも交流戦って平等にするじゃないですか、うん、そうですね、両方とも慣れてないじゃないですか。だったらなんでだろうって思うわけです。これはね、はい、めちゃくちゃ簡単です。簡単ですか、はい、だってドラフトもいつも平等ですよ。まあ3つの大きな柱を考えなきゃいけないことがあります。はい、はい、何ですか。まあまず1つ目、はい、ドラフト、うん、ドラフト戦略において、はい、くじ引き、はい、結構パ・リーグ勝ってます。そうなんですか、はい、そんなイメージもないですけどね。まあ、先の有原投手とかね、はい、そうですね、くじ引きとかね、はい、うん、ドラフト1位のくじ引き、
清宮選手とかね。ああ確かに日本ハム結構いい投手いってるようなイメージがありますね。結構くじ引きになった時に、はい、パリーグが引いてるんですよ、うん、でもそれって運ですよね。そうだからそこで、うんうん、まあそのね、そのだからアマチュアで結果残した人が、うん、プロになって直結で活躍するとは限らないですけど、はい、うん、そういう選手たちが多めにパリーグに来たっていうのも、まあ、また事実なんですよ。まあまあじゃあそれもなくはないわけですね、はい、プラスアルファ、うん、メジャーに行く選手がパリーグが多いっていう。はあ確かに。マー君、マー君、ダルビッシュ、大谷選手もそうだし菊池雄星投手もそうだ。で今マイケンがねセリーグでしょ、はい、でまあ来年行きそうでっていうね秋山もパリーグでしょ、はい、でまあ、もっと前でイチローさんとかね、はい、あの長谷川さんとか、はい、野茂さんとか多いですね、はい、でも抜けてるわけですよ、はい、西武も楽天も抜けてるわけですよ。そうやってメジャー行くってことはチームから離れてるわけですから戦力がグッとダウンするかもしれない。離れてるんですけど、はい、イズムは残ってるんですよ。あーイズム練習の仕方、はい、考え方とか、はい、もしくは抜けても連絡取ってるとかっていうところの、そのだって何でもそうですけど、はい、知らないより知ってる方が成長しやすいですよね、はい、そこの知るっていうところにやっぱりクッション挟まないで人をと聞けるっていうのは大きいですよね。ああなるほど、まあ、先輩そのメジャーに行った、まあ、田中投手とかに連絡を取って一緒に自主トレをしたりするわけじゃないですか。あとこう連絡と聞けるとかね、はい、変化球握りどうだとか、うん、練習の方法どうだとかっていうのはね、はい、聞けるっていうのも大きいですよね。なるほどな。でもセリーグからも出てると思うんですけどね。でまずで次2つ目、はいはい、これも多くの人が言われてますけど、はい、DH 制度の有無っていう。えこれ DH 制の方がやっぱりいいんですか。DH 制があることによって、はいはい、パリーグっていうのは9人の野手で構成してチームを形成するんですよね、はい、9人のレギュラーを、うん、DH を含めて、はい、セリーグっていうのは8人のレギュラーでチームを構成するわけですよね、はい、ってなった時に DH をセリーグの球団が使う時に、はい、代打の1番手を使うか、はい、もしくは8人の中で1番打つけど守備がなあるやつを DH にして準レギュラーの選手を当てていく。だから余剰戦力がない限り、はい、そう DH があることによって戦力アップがそこまでしないんですよ。その一人の差で戦力そんな変わるんですかね。変わります。こっちは9人で構成されてるんで、はい、そっか。で、はい、セリーグは8人で構成されてるんで、うん、だから代打の1番手とか本当はレギュラーじゃないけどが出るんですよ。なるほど。そこってやっぱりレギュラーと大きな力の差がありますよね。そっか、いつも試合に出てるで、うん、実戦感覚がある一人なのか、うん、そうじゃない一人が加わるのかってことか、うん、はあ、なるほど。まあパ・リーグっていうのは、まあ、成績の良し悪しあったとしてもレギュラーの9人、はい、セ・リーグの球場でピッチャー入るときに行ったときに、はい、この中で打つやつが残るんですよ。うん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 、うん、だから別に戦力が下がらないんですよ。はい、なるほど。で DH があることによって、うん、ピッチャーも敗戦完投とかもあるんですよ。敗戦完投、負けたけど完投したっていう。ああはいはい。それはなんでかっていうと、うん、ピッチャーに代打出さなくていいんで、はい、ピッチャーの良し悪しの判断でどこまで投げるかを決めれるんで、うん、常にピッチャーの限界をまで投げるんですよ。確かにセリーグはこのバッティングの状態でもピッチャーって変えられちゃいますからね、はい。でパリーグっていうのは1番から9番まで、まあ、もちろん打つ打たないやついますけど、はい、打線に切れ目がないんで、はい、神経ずっと使っていくんですよ、はい、セリーグっていうのは最悪もしキャッチャーが1割台とかだと、はい、8、9打たないんですよ。ああ、うんうん、だこっちはもう常に9人の野手を目標に投げていかないといけないんで、はい、で途中で交代することもない、はい、投げる機会も多い、はい、成長しやすい土壌にありますよね。うん、なるほど、はい。ただ私これはまたちょっとなんでと思うんですけど、はい、交流戦の時ってパリーグもピッチャーがバッティングするじゃないですか、はいはい、でもセリーグのピッチャーはもうバッティングいつも練習しますよね、はいはいはい、なので結構ヒット打つ人もいるじゃないですか。ああ、いい、これですよね。それが3番目です。あ、言っちゃった。あ、はい、そこが問題なんですよ、セリーグは勝てないのが。あ、そっか、バッティングするからピッチングに影響出るってことですか。いや、要はセリーグのピッチャーっていうのは、はい、打席に入ることがもう当たり前なんですよね、はい、そうです、はい、にもかかわらず、はい、どうですか皆さん、打てない、走れない、バンドもできない、エンドランすらできない、はい、盗塁下手くそ、うん、いっぱいいませんか。いっぱい、はい、はい、じゃあ自分たちのアドバンテージ使い切れてないじゃないですか。
じゃあ DH があることによって、はい、パ・リーグは自分たちのアドバンテージを使い切る、はい、セ・リーグにおいてのアドバンテージは何か。パ・リーグのピッチャーが打席に入らないことによって、はい、打席に入るセ・リーグのピッチャーが完璧に打席をこなせることによってアドバンテージをしっかりものにできるんですよね。そうですね、はい、できないんですよここが。だからそこでアドバンテージができないから、はい、DH の時はパ・リーグ有利、 DH なくてもセ・リーグ有利にならないんですよ。私セリーグがもう完全有利だと思ってました。いやバンドはできない、走塁は下手くそ、はい、打っても打たれへん、はい、打つ気ないやつもいる、はい、全然もっとだから僕はねセリーグのピッチャーにいたい、はい、もっと練習した方がいいです打席で置いて。いやだからそんな野手ばりに打てとは言わないですよ、はい、バンドはそこそこきっちりできる、はい、走塁も走ったら普通にできる、うんうん、ね、でエンドランぐらいは楽勝でできる、進塁打ぐらい楽勝で打てる、うん、はい、これぐらいはできるようにならないと。できると思ってました。全然できないですよ。まあもちろん上手い選手もいますよ、はい、でもほぼできないです。あ、そうなんですか。で逆に言うと、はい、パ・リーグの選手でも、はい、ね、その年一の打席しか立たなくても、はい、打つやつもいるし、はい、バンドできるやつもいたりするし、はい、きっちりできるやついるんですよ、はい、まあいないやつもできないやつもいますけど、だからそこのアドバンテージがないんですよ。だからセ・リーグのピッチャーがもっと打席内において完璧にね、打てとは言わないですけど、はい、細いことがしっかりできるようになっていけばしっかり使えるんですけど、うん、そこができないところがセリーグがパリーグに勝てない要因でもあるんですよ。うわー、アドバンテージだと思ってました。違うんですね。使えてないですもん全く。へー、だってこれね、あのロッテの伊藤よしっていう背番号30番の中継ぎピッチャーがいたんですよね、はいはい、であいつ中継ぎだから打席なんて1打席も立たないんですよ、はい、それが日本シリーズ2010のね、はい、中日との試合でピッチャー浅尾、うん、でこれあの最後優勝日本一を決めた試合なんですけど、もう使い切ってるから代打とかも簡単に出せないですよ、はい、ピッチャー浅尾、ランナーいます、はい、ランナー1、2塁だったかな、うん、バッター伊藤、はい、初打席プロ、プロ初打席、しかも浅尾っすよ、はい、150キロ、はい、バント、ええ、完璧に決めたっす。すごい。練習してたんですか、やっぱり地道に。まあ、してろ、まあ、マシンで練習はしてるでしょうけど、はい、見てるこっちも、はい、野手でも難しいんですから、はい、しかもそのステーション日本シリーズ大事なところ、はい、ランナー1塁だったか1、2塁だったか忘れましたけど、はい、うん、完璧にしたんですよ。すごい、ね、はい、それをセ・リーグの選手たちピッチャーできますかって話なんですよ、はい、でそれをマグレじゃなく完璧にできるよ、エンドランぐらいいつでもできますよ、ヒットは無理だけど、エンドランぐらいでバッター出るぐらい、進塁打できますよ、はい、あ、バントできますよ、あ、ランナー出たら走塁しっかりできますよ、はい、ぐらいしないと。まあそうですよね、その伊藤さんはまあ、たまたまって言ったらですけど、はい、まあ完璧にできましたけど、そうそうそう、セリーグの選手は毎試合なんだから、まあ、当たり前にできなきゃいけないんですよ。だからもっと練習しなきゃいけないんですけど、うん、はい、でそしたらそれほど他のピッチャーのことやんなきゃいけないから練習する暇ないっていう、うん、じゃないのっていうファンの人の声もあるんですけど、うん、まあそれも思いますよね。ファンとしてはピッチングが一番だって思っちゃいますからね。でも別に先発ピッチャーだったら、はい、ローテーションそんな毎日キャッチボールピッチングしないですよね、うん、確かに6日に1回ですからね、まあ、別に週1回2回、はい、マシン相手でもバッティングの練習してもいいですよね、はいはい、まあ、確かに1日別に1時間とかちょっとやるぐらいだったらできますもんね。キャンプもそうですよね、はい、でオフどうオフ別にすればいいですよね、はい、シーズンオフもバッターの練習すればいいですよね、はい、でそれで結局自分助けるわけですよね、はい、だからファンの皆さんもそうなんですけど、うんうん、できなくて当たり前っていう意識をやめた方がいいです。もっとピッチャーでもしっかりやれとか、はい、まあ、それぐらいできなきゃお前プロじゃねえぞぐらい言わないと、まあ、ピッチャーからし、はい、だから仕方ないとか、うん、ピッチャーだからできなくてもって、うん、っていうのがあるからどんどんセ・リーグの野球が弱くなっていくんですよ。ピッチャーがアドバンテージ使えないんで。なるほど。でもともと高校とかまでやってたんですよね、バッターで。確かに。そうで、ピッチャー4番とかねあるじゃないですか、はい、なんでプロ入ってきたらバッティングの練習やめるんですか。特にセ・リーグ、パ・リーグだったら分かるんですよ、はい、立てないんで、はい、それだったらもう打てなくてもバンド、エンドラン、進塁打、はい、ね、走塁きっちりできるようにもっと真剣にやればセ・リーグももっと強くなりますよ。アドバンテージしっかり使えますよ。なるほど。じゃあパ・リーグが強い理由はもうセ・リーグがなんかもうピッチャーが大きいってことですね。そこのアドバンテージを生かしきれてないっていうところがね、はい、なるほど、納得しました、はい、こういう、まあ、いろんな目線がありますけども、はい、今年ちなみにパ・リーグが勝てば、うん、長い歴史の中でセパの日本一タイになります、はい。